どうも、愛知です。今回はですね、長期休暇明けの最初のテストできなかったらすげえへこんじゃう問題について喋っていきます。よかったらご視聴ください。で、早速ね、話していこうと思うんですけど、まあ、タイトルというか、その問題そのままです。はい。長期休暇明けの最初のテスト、中間期末、実力とか模試ですね。このテストで、できなかったと。うまくいかなかった。上がらなかった。上がらなかったらな、まだしも、成績下がってんじゃん、みたいな。ってなった時に、凹んで、やる気なくなって心折れるんですよ。はい。これめっちゃ出てきます、こういう子が。まあ、自分のとこメールも来るし、塾講師の時もそうでしたけど。で、まずね、いや、気持ちはわかるんですよ。自分もそうなるし、きっと。なる。で、自分は上がらなかった人だから、夏休み明けに。だって判定下がった人だからさ。そう、B 班ぐらいから D とかに下がったから。マジかみたいな。そう。でね、一応、ここに、こういう風になった時の気の持ちようというか、こう考えてほしいっていうものがあって、一番は、運が悪かったって開き直ってほしいんです。特に高校受験の子。大学受験の子っても先を見据えてるので、割かし。だから自分がこれ何しなきゃいけなかったのかっていうのは結構見えてきます。受験も2回目だったりするしね。だけど、高校受験の子はやっぱ初受験なので、全部受け止めちゃうんだよね。気持ちよく、ダメージを負ってしまうと。で、ほんとポキって心が折れる子ほんと出てくるから、ここで。そう。で、そうなってたらもったいないんだよ、ここまで頑張ってきたことが。これ、ちょっと話がね、2点3点しちゃうんだけど、自分がね、今も仕事する上で、すごく大事にしてる言葉があって、まあ、勉強に置き換えるとね、成績がさ、例えば今回上がらなかったと、勉強したのに。もちろん悲しいよ。悲しいけど、でも、自分は、成績が上がるまで勉強すればいいっていう発想なの。今回上がらなかったけど、そこでやめたらもう絶対上がんないじゃん。上がるわけないんだよ。でも、この先それを続けて、ここまで上げたいと。まあ、偏差値とかいくつかわかんないよ。得点何点かはわからないけど、そこまで行くまで勉強すればいいんだって。それが、時間が間に合うかどうかの問題あるけど。受験ってのは時期が決まってるから、ね、2月何日か、3月か1月かわからないけど、みんなの本命がね。この日までに間に合うかっていう話だけじゃん。それは不安は出てくるけど。でも、成績が上がるまで、上がるまで、ね、そこまでやると。いうのが大事です。で、さっき、なんで運が悪かったっていうふうに思ってほしいって言ったかっていうと、例えば、夏休みで基礎固めをね、メインでやった方は多いと思います。で、例えばさ、ここまでの範囲あるじゃん。実力テストとか模試っていうのは今までの勉強全部出てくるから、範囲が広いと。で、その中の、全部薄く出ますよっていう問題じゃないよね、テストっていうのは。もちろん、なんだろう、小問集合とかが出てくるから、ちょっとずつこうね、出やすくはなるけど、でも、基本的にはこの中で、ここ、大問1ここ。大問にはこの単元。大問さんここみたいな感じで単元が絞られて出てきますよね。いろんな科目において。特には数、理、社とかはそうですね。その傾向は強いと。だから、そこがみんながね、もう全部基礎固めやったんだと。もう全部やりました。なのに取れなかった。だったら話は別だけど、でもやっぱり重点的にやってるとことやってないとこは出てくるはずなの。夏休みで。特に高校受験の子はね。だから、それがうまく噛み合わなかった可能性も出てくるわけじゃん。例えばこの関数をめっちゃやったと、でも今回関数ちょっとしか出てないじゃんって、え、なんで苦手な確率出てんのみたいなになってるかもしれない。だからテストってのはもちろん今の自分の実力を測るために受けてるんだけど、でもそうじゃなくって、やっぱり一番大事なのは今自分ができないこと、何をやんなきゃいけないのかなっていうのを見つける、これからの方針を決めるために受けてるの、テストっていうのは。いい、実力測るのはあるんだよ、その側面も大事なんだけど、それだけじゃないっていう。だからテストが返ってきて、模試とかもね、結果が返ってきて、一喜一憂するよね。喜んだり悲しんだり。そこで終わっちゃったら、それで終わりなんだよね。身にならないで終わっちゃう。だって、偏差値が悪かったら凹んでズーンでしょ。良かったらラッキー安心で。で、安心して勉強しなくなるかもしれないじゃん。そこで終わったらもったいない。それプラス、ちゃんと分析をする。辛いかもしんないよ。できなかった時は。でも分析して次に活かさなきゃ。っていうのはすごく思ってる。ことなので、まあ、運が悪かったってちょっとね、言葉的には軽いんですけど、でもそのぐらいの気持ちでいいんじゃないとは思います。最初のテストは。ちなみに自分もすげえ上がんなかったんで、夏休み明けは。いや、むしろ下がったんだけど、判定が。っていうタイプで、その気持ちはすごくわかるんですけど、でもその凹んだだけで終わってしまって、もしそれで勉強なんかやめようもんなら、いや、夏休み何だったのって、もったいないよっていう風になってしまうから、そう、そこを思っててほしい。で、さっきちょっとちょろっと話しましたけど、逆に良かった子。模試がね、模試とかテストが良かった子。まあもう本当ね、おめでとうなんですよ。よく頑張ったね、成果出てるねって。ただ、一つだけ釘を刺すんだったら、そこで安心して落ちる子をたくさん見てくるので、
夏休み明けに、つまり頑張ってきたでしょ。頑張ってきて成績が出ましたと。よかったよって。よっしゃ、頑張って。頑張ってよかった。このまま行こうぜって思える子だったらいいんだけど、これね、結構、あのね、頑張って行こうぜって口では言うんだけど、心の中に安心感が出てきたの。あれ？私行けるんじゃない？みたいな。俺このまま行けるんじゃね？みたいな。じゃあちょっと、まあ、例えばね、なんかさ、やんなきゃって思った時に、今までは、いや、あ、でもめんどくさいな、辛いな、眠いな、でも頑張んなきゃって思ってたところが、まあ、でもこの前取れたし、ちょっといっか、サボっても、みたいな風に、スイッチとこがさ、分かれ道でね、違う道を選ぶようになっちゃうんだよ。安心の道というか、ちょっとだる、なんだろうな、油断の道というか、になってきてしまうので、うまくいった方も、最初のテストね、ぜひね、ちょっと兜のを締め直しじゃないですけど、うまくいったけど、今回のテストはこれだと。でも次はどうなるか分かんないんだよ。上がり続けるってほぼほぼないからね、テストで。そう、っていうふうに思ってもらいたいです。まあ、メインはね、うまくいかなかった子の方に、やっぱりね、こう、そんなに気にすんなよって、ね、っていうふうなことを言いたいんですけど、この先、今回のテストがね、まあ、どっちになったとしても、この先、うまくいかないタイミングで出てくるんですよ。で、これが結構、冬休み前、直前のテストにそれがぶつかると結構辛いんですよ。で、なんでかっていうと、冬休みってね、ほんとプレッシャーかかります。時間ないからも、受験まで。時間ない上に、もう周りのこのね、ピリピリした感じがね、出てくるから、なんかね、空気としてね、焦ってくるんですよ。で、自分のできないところとかに目がいっちゃうから、余計にこう焦りがどん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 増していく。で、その時に、直前ね、冬休み頑張っていかなきゃなって思ってる直前に凹まされると、テストで。これね、冬休み棒に振るんだよね、たすると。そう。だから、いつね、自分自身、まあみんな自身がね、そういう状況になるかがわからないんだけど、テストっていうのはもちろん、今のね、さっきも言ったように自分の実力を測る、その側面は大事なの。でもそれだけじゃなくって、じゃあ今後何していかなきゃいけないのって、自分の弱点は何だったの、何をミスったのって、どうしていけば上がるのっていうの。そこを見つけるために受けてるんだっていうことをぜひね、忘れないでもらえたらと思います。はい、じゃあちょっとね、いろいろ喋ってきましたけどね、今回はここまでご視聴いただきありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の話はですね、自分の高校時代に一番ね、行ってやりたいっていう話で、そう、自分は凹みすぎてね、結構棒に振ったんですよ、時間を。だからね、俺みたいな、棒に振ったらさ、後で後悔するんだよね。だから俺みたいな後悔しないでもらいたいんでね、ぜひ切り替えて頑張ってください。